さてで,ですね今、お話、この動画をご覧いただいている方の中にも、この天授二股に興味を持ったっていう方も非常に多いかと思うんですね、で今後、このエリアでの活動、具体的にどんなことを考えていらっしゃるのかというのを、ちょっと矢部さんからご紹介いただけますでしょうか。皆さん長いい時間ありがとうございます、あのー まあ今回、ですね、あのこういう形の試みをできたら続けていきたいなと思っているわけなんですけど、まあ、その中の一つの背景には、ですね、えー、とまあこあの今回、形で作ったときに、ソサエティ5.0の先ほどあのお話ああのしましたけど、えー、スーパーデジタルに支えられたアナログ的な、えー、村を作るっていうような形のことを考えたときに、えー、まあこういうあの形の新規なビジネスが創出できるんじゃないかなと思っています。 まあそのためにはどういうことをするかというと、まあ、首都圏の企業それから浜松にいらっしゃる企業をつないで何か場を作っていくってことが先ほどあの熊滝さんからも、えー、古民家ラボみたいなお話がございましたけどそういったものを作っていくってことが結構重要なんじゃないかなというふうにあの考えていますで、まあ、テストベッドっいう葉があるわけなんですけども新しいあの新規ビジネスを創出するためのですね、まあ、拠点整備を作るってことを考えられたらなというふうにあの考えています まあそのためにはです、ね、何をやらなきゃいけないかというとです、ねまあ、最終的には仕事を作らなきゃいけないという形にはなってくるわけなんですけれども、えー、まあ一つはまあ働きかけていくことで言えば、えー、今日一緒にやってるあの高林君というあの若者もです、ねまあ、元森ビルにいた人間が U ターンしていろいろ地元で頑張ってきたりしているわけなんですけれども、えー、まあそういうあの方たちがです、ね、どんどん戻ってこれるような仕組みを作っていくというのは結構重要かなと思っています。 これからの流れについてちょっとお話していこうかなと思ってるんですけれども今年度はですね今日オープニング的な形でいろいろなあの、えー、地元のオピニオンリーダーそれからあと外からいろいろなゲストを呼んで、えー、首都圏の企業も呼びながら何か交流していくって形のことを今回スタートしてテストしてみたんですけれども、えー、今回、ですね、まあ、あの非常にあのたくさんの方にいろいろ申し込んでいただきましてですね えーまあ、そんな流れの中で、ですね、えーまあ、来年度何をやっていこうかというような形のことを今、考えているわけなんですけれども、まあ、こういうのを軸形式でなんか新しいことができないかなというふうに考えています。えーまあ、そのある意味で、ですねソサイティ5.0をベースとしたまあ情報発信をしていくというのが、来年の20年2022年度をやっていくというような形のことを考えていると。 まあその後ですね次にあのできる形のところで目指していきたいのはあのまあえ例えばさっき言ったあ具体的な場を作るえまあ古民家ラボかどういうラボかわからないんですけれども比較的、何かあのこ,ういうこういうところで新しい試みをやってみたいということを企業を集めていこうかなというふうに考えています。 それから最終的にはですね、これは浜松市さんがいろいろ考えていただければなと思っているんですけれども浜松の,このオープンイノベーションの拠点、まあ、これさっき言ったです、ね、人と、えー、知恵が集まった状態のところからじゃないと場所さえ作れば、えー、イノベーションが起きると思ったらそれは大間違いなので、まあ、そういうムーブメントが醸造さ,された時点で えーまあ、次のステップに行くというような形のことをできるようなものにできたらなというのは、あのこれ、あくまでも理想形ですがそ、そこに目指してやっていくプロジェクトだというふうに理解していただければなと思っていますはい、そうですね、まあ、この天理二股塾というのは、どういうことをやっていこうかなということを考えていると、ですね、まあ、あのモデレーター、アシスタント、はい、まあ私たちがいろいろあのお話しさせていただきながら、ですね、まああのえー、いろいろな、えー、企業の方、それからあの今日中谷さんの ような地域コミュニティをいいろろ担当される方あとは今日はあのお話していただいた阿部さんのようなあの専門家の方をいろいろお呼びしながらいろ、まあ、んな情報発信をしていったりアーカイブしていくっていう形のところを作りながら、まあ、新規事業のアイデアのヒントが欲しいとか他社の事業を知りたいとか、まあ、競争してみたいとかですね。 えー、天竜二俣ラボを通じて、えーまあ、都会の企業と合流していこうというような形のことまた都会の企業がテストベッドを求めて具体的な事例を作っていこうという,ような環境作りができればなということを考えていますのでまち、あ、づくりは人づくりそれからあとはそ,のそういう言葉があるんですけれども、うん、そういったことを考えるとですね、まあ、実は箱を整備するよりか人づくりを最初にやるということが重要かなということでこういうことを考えてきました。 今後、はい、この天竜二俣塾が、はい、もっともっと盛り上がればいいなと思うんですが今ねご視聴していただいていて実際にちょっと興味あるなという方とか、ええ、参加してみたいそれから情報発信してみたいという方はね是非<お>アンケートをこの後お送りしますので、うんはい、お答えいただけたらと思います。で ちょうどですね、えー、チャットの方で質問をいただいたので少しお願いしたいと思います都市から村へというお話がありましたが、はい、村のイメージはかつてのものとは違うものと想像するのですが具体的にお聞かかせいただけますすででしょうかそうそね、はい、あの逆に、えっと、従来の村というのはまあアナログが多くあのその下にデジタルの環境が整ってないという形のもの。まあ、最近はですね えー、あの光ファイバーが村の隅々まで来るってこともそう難しくない世界になってきますし 5G とかいろんな情報の環境が整っていることがあると、うん、ただ、ネットワークが来ているだけではだめでそれを使う、えー、インフラとかテクノロジーがそこについてこなきゃいけないわけなんですけれども、うんまあ、例えば自動運転するのにも物流をやるのにもそのネットワークと、まあ、さっきあの熊滝さんがおっしゃってたコネクテッドってことが、えー、車だけではなくあの、うん、いろいろな他のですね、はい えー、ものとつながっていくってことが必要になってくるかなと思ってるんで、うん、まあえー、そのアナログの。 景色は決して変わることがないと、うん、村にするからといって、中に近代的な建物が建っているとか、その建物を建て替えるってことか、ねまあまあ、そういうこと言われると、なんかうちが悪いか社みたいなで、いやいやのや,や,やいや、今、つくばれるのうちの会社の人も聞いてるんで、あのまあ、それはそれとしてですね、えと逆に言うと、まああの、今の良さをそのまま残したところでですね、うんえー、まあ、 その裏側にある下のイレイヤーがデ,、はい、あのデジタルが支えるっていうことがあの結構重要かなと思ってて、うん、決してデジタルが表に出てはいけないと僕は思ってます、はいうん、デジタルに支配されたアナログの街これはもうあの SF の嫌な世界になってきたりあの私が子どもの頃見たウルトラセブンの悪夢みたいな街になってしまいますので。<laughs> どちらかというとアナログの下のところにデジタルが効率よく動いててその人たちの生活を支えるっていうのが新しい村っていうところかなっていうふうにあの考えたりしていますね。うんうん、ありがとうございます。はい。あ、またご質問いただいているみたいなので、はいまね、もう一つ伺いたいと思います、はいえ。浜松氏は次のアクションをどう考えて今後のゲストを招聘されたのでしょうか。次も楽しそうなので伺いたいです。 ういうありがとうございます、えー、とまだ次のゲストは具体的にあの考えてはいないんですけれども例えばアニメのクリエイターも呼んでくるのはいいかな実はあのこれ私の,あの個人的なあの意見なんですけれども、まあ、そのアニメのクリエイターを呼んだらどうかという形のところなんですけど我々ビジネスマンというのは物事をその、まあ、ベクター情報で数値情報で考えるんですけれどもあのクリエイターの皆さんって最近思うことなんですけどアナ,ログアナログじゃなくてごめんなさい、えー、とラスター情報ですね。ドットで絵で絵 パーって書いたものをイメージでパッって作ったりするようなあの能力を持ってらっしゃる方が多いので、えー、まあ今後やるとしたらばそういうクリエイターの方も呼んできていろいろ意見をもらえるともら,もらいたいなというふうにあの考えたりもしていますそれと実際の地元の,あの,あの事業をやられている方とかそういった方たちと組み合わせてやっていくとそれからあと首都圏で実際にここでテストベッドとして何かやってみたい、まあ、首都圏ではかあのここはあの中京圏と 首都圏のちょうど真ん中ぐらいのところでもありますので、そういったエリア、近接のエリアおよび周辺のエリアからいろんな方を呼んできて、実際、そのラボを作っていこう、まあ、これ、何ラボという名前はまだ決めてない、まあ今日古民,家あの古民家ラボというキーワードをいただきましたけど、はい、そういったところで具体的に活動するものを作ってみたいなと思いますね。ままたた、えー、熊滝さんんがもし古民家ラボを作っっなならばそこででいいろろ集まってみんなでえ議論するような、うん あの場所をあの構築したいなとあの思っています。はい。また次の質問来たす、ね。また次の質問いただいたので、ちょっとすみません。はい、ええー、町の、中の市民がどのような関わりができるんでしょうか。まずはですね、みんなで仕事を作りましょう。仕事を作るってことが、みんなが。えー、っと、その、えー、その、その町に住む次の世代が。 そののへ住み続けるためのキーワーワドにあの、まあ、大切なことだと思いますので、はい、実は浜松にはその何て言うんですかね過去のヘリテージがたくさんあるんですね、えー、そのさっき言ったどうしてこういう今の浜松になったかってことをちょっと振り返ってみるとたくさんここにはそのシードがあるなと思ってますので、まあ、そういったことを勉強しながらまず市民の皆さんと一緒にいろいろな仕事を作ろうというのが結構 あの私はそうう考えていいいるというところでございますね、はい、あの町の皆さんもここが困ってるのよとか、うん、ここを変えてほしいのよねっていうのをどん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 ね出していってみんなで作り上げていくっていうのが、うん、ちょっと熊崎さんのお話にもありましたけど、うん、一緒にこう改装、はい、したり。 やっぱりやっていけることがたくさんありそうな感じがするんですから、ねですね、いや、あのおっしゃる通りだと思います、はい、あの一つはですね、やっぱりその最初にあの先ほど言いましたとき、本田宗一郎さんが、はいまあ、お母さんが、まあ、困ってるからこういうふうに変えていきたいっていう、こう思いが結構、イノベーションを生み出すってことはあの、間違いないと思ってると、ただそこが、えー、とあの継続して続けるためには、その、何が困ってるかってことを明確にして、それをどうやって解決していこうっていうことを、 あの考えることがすごく重要かなと思ったりもしますので、はい、まあその辺が結構キーワードになるんじゃないかなと思いますね。はい。最後の質問をさせていただきます。はいえー、たくさんご質問あり,ありがとうございます。はい、天竜ならではの可能性についてどう思われますかという質問です。そうですね。あのやはりですね、あの豊かな自然、それからきれいな水、きれいな空気とか日本中あるんですけれども。 まあ天竜二股のところのキーワードっていうのは比較的ちょっと意外に面白いのがこの天竜区の中にこのまあさっき言った秘境って言いましたけど秘境と言われるエリアのところに鉄路インフラが結構あったりするんですね、まあ、具体的に言うとまあ飯田線があったりそれから天竜浜名湖鉄道があったり それからあと煙鉄さんも近接したところにあの西鹿島というところに近くまで来てたりするようなところがあるんですけど実はその鉄道というものも次の,あの交通インフラとしては非常に大きなキーワードになってくるかなと思うので、えー、こういったものを持っててかつその80万都市の中心市街地にも行けるというインフラを持っている街というのはそうないので、まあ、こういったことについてもいろいろ考えていくというチャンスはあるのではないかなと思います。うん あの僕は思ってます、ねはいまあとにかくあの天竜浜名湖鉄道も飯田,飯田線も乗りましたけれども、まあ、この鉄道がその、えー、ソサイティ5.0の時代に、あのー、役立つ、あのー、ものになると思ってますのでこの辺はちょっと注目すべきところかなと思ってますね。はい たくさんご質問いただきましたありがとうございます、はい、今ご覧いただいているこの YouTube チャンネルなんですがぜひチャンネル登録をお願いいたします後日ですね配信アーカイブ配信する予定なのでお知らせがもしチャンネル登録していただくとえ配信のアップの通知が来ると思いますまたあのー、繰り返しになるんですけれども天竜,は、まあ、天竜二股塾を視聴したいですとかまあこの 天竜二又塾からいろいろ情報を発信したいという方もいらっしゃるかもしれませんイベントの終了後にメールをでアンケートをお送りさせていただきますそちらにメールアドレスを記入の上ぜひご返送ください新規事業の創出などに具体的に関わりたいという方それから情報発信したいという方どしどしご応募ください、えー、ご希望の方いらっしゃいましたら同じくですね終了後にお送りするメールに連絡先を記載しておりますので そちらまでぜひご連絡くださいそうですねぜひ自分たちもラボを作ってみたいというような方がいたらもう本当にご連絡いただければですね私どももきっと浜松市も力を貸してくれると思いますのでこの場を借りて皆さんにお願いできればと思いますのでよろししくお願いいたます企業の方もそしてスタートアップの若者たちもいろんな方に集まっていただけるといいですいいですね。 やっぱりそうするそういったことによって何か楽しくやりましょうよっていうのが、はい、まあ基本理念なので、はい、ぜひそういうのを皆さん来ていただければなと思いますのでよろしくお願いしますありがとうございます本日のトークイベントはこれにてでは終了させていただきます最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いいたしますありがとうございました